こんにちは、ケイソーです。今回はイチゴの描き方をお届けします。これらの写真はなんと空港のロビーで撮影したものなんですよ。ぶら下がっているイチゴの集団があまりにも可愛くて描きたくなりました。葉っぱやお花やまだ売れてないイチゴも一緒に描く、こんな絵鏡はいかがでしょうか。今回使う画材は吉祥の顔彩24色中14色です。筆は面相筆のショート中、作用筆、文字を書くための筆ペンです。はがきは画線紙、にじみの少ないものを使います。まず細い方の面相筆で黒を絵皿に取り、筆先を整えます。まずイチゴのお花から描いていきます。花びらは5枚、このように小さな丸を5枚描くつもりで一輪を仕上げます。もう一輪横に描いておきましょう。真ん中にはしべの丸い形を描いておきましょう。そして上からぶら下がっている様子を描きます。次に葉っぱを描きます。葉っぱはまず葉脈から描いていきます。中心の線を描いたら横にこのように葉脈の線を描き、そしてその葉脈の線を取り囲むようにギザギザを入れた葉っぱを描きます。同様にあと2枚描いていきましょう。まず葉脈を描いたら、その葉脈を取り囲むようにして葉っぱを描きます。こちらも同じように描きますよ。こちらにももう1枚描いておきましょう。続いてイチゴを描いていきますが、まずヘタから描きます。ヘタは大きく反り返っているものがイチゴの新鮮さを表すと言われています。なので元気よく反り返らせましょう。続いて茎を描きます。少し湾曲している方が絵としては面白いと思います。こちらにもヘタを描いていきましょう。元気よく反り返らせてくださいね。ヘタの下には大きな実を描きます。あのイチゴ独特の形に描いてくださいね。こちらにはまだあまり熟していない小さいイチゴを書き加えておきましょう。でもヘタは同じように小さく反り返らせましょう。上の方には葉っぱから覗いているイチゴも書いておきます。次にイチゴの表面にある小さな種をこのように小さな丸で描いていきます。筆先を細くしてこのようにたくさんの小さな楕円形の丸を描いてくださいね。この小さな種を描くことでイチゴらしく見えてきますね。続いて大きい方の面相筆に持ち替えて、上朱と線香器を絵皿で混色して薄めのオレンジ色を作ります。
この色でイチゴの実の下塗りを行います。ヘタのすぐ下の部分だけ塗り残して、あとは全体に同じように塗っていきます。全体にざっくり塗ったら、水筆で上の部分はぼかし気味にします。面相筆をよく洗い、5分をつけてヘタの下の部分に塗り、そして下のオレンジになじむように水筆でぼかしていきます。同じ5分をお花の花びらにも塗っていきます。葉っぱの下に覗いているイチゴの下の方にはオレンジ色を塗り、そして上の方には5分を重ねます。こうすることでまだ熟していないイチゴを表現することができます。続いて5分と若葉を絵皿で混色して明るめの緑を作ります。この色でヘタの中心部分を塗ります。筆をきれいに洗ったら青草を濃ゆめに取ります。この色でヘタの反り返ってる部分に色を差していきます。次に青草を絵皿の明るい緑と混色して中間の緑色を作ります。このようにヘタの部分によって色を少しずつ変えることによってヘタが立体的に見えるようになってきます。奥に見えるイチゴのヘタは少し薄めに塗ります。次にウグイス茶緑と若葉を絵皿で混色します。この色で茎を塗っていきます。この茎の色も少し色を変えているんですね。次に黒とクリカーチャとウグイス茶緑を絵皿で混色します。絵皿で筆先を整えたら、種の周りのくぼみを、種の周りの影ですね、これを塗っていきます。全体を塗りつぶすのではなく、この動画のように真ん中に種があることを表すようにして丸で描いていきます。でもざっくりで構いません。後でこの丸の中に種を描き入れるので大丈夫です。次にウグイス茶緑を取って、まだ熟していない方のイチゴの種のくぼみも描いていきます。次に作用筆に持ち替えて、園児と線香器と上手で明るい赤色を作ります。園児だけだと少し暗いし、また上手では色が明るすぎる。そこでこの3色を混ぜてちょうどいい美しい赤を作っていきます。色はお好みに調整してくださいね。この色でイチゴの下の方から上に塗り上げていきます。そして上の方まで来たら、水筆で上の方はなじませます。次によく洗った面相筆に5分を取り、ヘタの下から下に向かって色を少し塗り、そして水筆で下に向かってなじませます。イチゴの上の方に白い色を置くことで、このイチゴがまだ完全に熟していないことがわかります。こちら側のイチゴは右側のイチゴよりも熟しているので、ヘタの
ギリギリまで赤色を塗ってください。作用筆に持ち替えて若葉とウグイス茶の句を絵皿で混色します。この色で葉っぱの下塗りを行ってください。このように全体に薄いトーンで大丈夫です。細い方の面相筆に持ち替えてクリカーチャと新社を絵皿で混色します。この色でこの種のくぼみの左側に影をしっかりと入れていきます。上のイチゴはウグイス茶の句で同じ作業を行います。同じ筆でヘタに葉脈を入れていきます。次に若葉と線香器を絵皿で混色します。この色でお花の中心のしべを塗ります。ここで花びらに胡粉をもう一度かけておきました。同じ胡粉を絵皿の黄色と混色してこのように明るい黄色を作ったらイチゴの種を描いていきます。続いて胡粉だけを取り、種の周りの光の反射を描いていきます。この反射は所々で構いません。全体に入れるとうるさくなってしまうので、要所要所にこの光を入れていってください。次に大きい方の面相筆で青草を取ります。この色で葉っぱの二度塗りを行います。葉っぱの根元半分まで塗ったらあとは水筆で後ろに向かってぼかしていきます。水筆というのは水だけを含ませた筆のことで、今回は作用筆を使っています。余分な水分はしっかりと布巾などで切ってぼかしていってくださいね。
細い方の面相筆で線香器を取ります。この線香器もうオレンジになってますね。このオレンジの色でお花の花粉を入れていってください。さあ、ヘタの部分の仕上げに入っていきます。より立体的に見えるようにところどころにこのように色を差していきます。反り返った部分の色が薄くなっていたので、ここに青磁を刺して色を強めておきます。筆をよく洗ったら、次は花白露を取って葉っぱに葉脈を入れていきます。これで絵の方はだいたい仕上がりましたね。ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。いちご一会というあの有名な格言にいちごの文字を当ててこんな文章を書いてみました。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録といいねボタンをお願いします。またブログさわやか墨彩画教室では、 YouTube で語りきれなかった画材や墨彩画についてのさまざまな情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。